んで、もう再認識当てれるか分かんないということで、199分の1のヤマトですね。これ入っちゃえば、まあ、でかいの で、過去私この番組でも出してますんで、これでもうかけたいと思います。頑張ろう。私の主戦場はパチンコだというところをね、夏美の最後の本気を見せましょう。カスタムしてます。私ヤマト打つときだいたいレバブル先読み V コントローラーチャンスアップにして、もう保留変化を待って、なおかつ当該でこの V コントローラー完成させるのを待ってます。もうこのカスタムにすると V コン完成したらもうほんともらいなんで、ほぼほぼ当該で保留変化しても全然当たるんで、先読みじゃなくても、とりあえずまずは保留変化。マチンコに来ました、永遠の消防隊です。あの1回目の永遠チャンスを取った後のテンションとは比べ物にならないぐらい落ちてるんですけど、じゃあそうです、全部でボーナス5スルーさせてるので、永遠で負った傷は永遠で癒したいって思ってここに来てるんですけど、あのパチンコの永遠の消防隊1回しか打ったことないので全然知りません。もうでも夏美さんも3万円使ってるってことだったんで、パチンコでサクッと当てて出す以外のプラスにする方法がないので、チャチャッと当ててね、パッと出してね、ピャッとねプラスで終わろうと思います。ちなみにカスタム入れてまして、先読みをチャンスレバブルアップオンにしてしまってるので、レバブル待ちみたいなところはあるんですが、レバブルなしでももちろん当たることはあるんじゃないかなと思っております。ジャバナリーノです。はい、ということでラストもうね30分40分くらいかな、こちらで勝負します。ユニコーンです。まあ早いんで、とりあえずこちらでやっていきます。2万発出さなきゃいけない。そっか、しかも私本当に連戦というかファーストクラス始まってずっと連勝してたんですけど、今日それが本当に終了してしまうかもしれない。マジでこの前掛け通りになってる。終了。さて、さっきまでねプラスだったんですから、前掛け獲得したんですけど、前半の部分ではプラスだったんで、ついに来ちゃうかもしれない、終わりの時が。あー、もっと記録伸ばしたかったのに。1万4800玉のマイナスだから、それに5000でしょう。だからやっぱ2万発だ。記念のタイミングでこういう企画になってんのに、どんだけ負けるのかっていう。よくないよ、これは。これはよくない。あら、あら、ちゃんとマイナスですね。みんな同じぐらいのマイナス。どうにかしたいよ。57周年を祝う会みたいなもんじゃないですか、今日。なんかまるで気持ちがない人たちみたいになっちゃうんで、そんなことないんですけど、もちろん。よし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 、いいですか皆さん、カスタム入れております。チャンスです。嬉しい、頼む、右取らして、右取らしてくれ。66回転目です。3500円なんで、トータル2万3500円ですね。頼むぞ。いい当たり方がいいですね。かわいいな、イリス大山。めっちゃうずうずしてるやん。もうそこまでうずうずしたら押していいよ。うわ、すごい長い。押すんかい。散々迷って押すんかい。どっこいしょ。ああ、かっこいい。ベニマルが一番ですよね、やっぱね。わあ、すごいじゃん。いいの見れた。うわ、かっこいい。こっち来て正解でした。
はあ、ね、これあの原作ファンからしたらねたまんないとこですよね。珍しく前回読みましたんで永遠の消防隊はかっこいい。ベニマル今日は絶対浅草の一覧で晩ご飯食べます。ありがとう。かっこいい。ここ次第よ。ファーストクラスの力だ。やっとやれた。ずっとやりたかったんですよこれ。よし行くぞ。獲得したいよ。チャージにしましょうかね。行くぞ。あいよ16シュート半端。あおかあ、えい出発少ないよ。70%これ70%青だ。リヒト弱いね。 45% しかない。非常に不安です。いけるって 51% お願いですよね。 51% 難しいよね。あ、その終了画面は散々見たの今日。悲しいですね。さあもう一回当てましょう。よし。昨日もパチスロスマスロのからくりサーカスでダメで、パチンコのからくりサーカス行って当てたんですけど右取れなかったんです。全く同じことしてる2日連続じゃダメじゃん今日も。ダメってこと？ちょっと、ほら、頑張って、頑張れ、頑張れって。私と同じ気持ちで。頑張れ。いけるよ、これはレバブル、来いレバブル。レバブル、レバブル。レバブルはまだない。でも熱い、熱い。でも間違いなく熱い。これこれ溜まったら本当にもう大丈夫だと思う。溜まったらもうこれ溜まったよこれ。魂頼む。ほらほら喜んでる喜んでる。見えました？今喜んでましたよ。チャンスですか？もう一回だね。あ喜んでる。おお、班長。赤か。チャンスだ。ネバブルないな。これたまってほしいですね。たまんないとちょっとやだな。あれ？弱くない？大丈夫？弱くない？たまって、たまって、たまって、もっともっともっと、あと2個たまって、たまんないとなんかやだ。いや、行くでしょねえ。いや、でもたまんなかった。これ、ここの後、この後か、この後か行ってくれるか。あと1個。あれ答えかなんか嫌ですねこれ。たまんないのが。おー行ってくれました。楽しい楽しい。来た来た。重力波が
来てくれんの本当に。頑張ってくれ。戦の神髄を見せてやる。緑。本当にお願い。しかもなんか早かった。私がちゃんとやる前になんか外れたんだけど。そう保留がね、何事もなかったかのようにいなくなりました。やっぱあれだね、これ完成しなかったのがやっぱ怪しいなと思ったんですよ。大抵このカスタムしてると完成するんで、当たるとき悔しい。まだ時間はあるんで、まだ30分くらいあるんで頑張ります。そう、あれ当該でも結構いいですよ。あ、いいですいいです、いいよいいよ。当該でも保留変わればいいです。ほらみんな応援してくれてるよ。あとこれ完成すればいいんです。これが V コン、もし激アツ止まりました。文字が止まりました。3点ポイント。すごい喜んでる。こうヤマトの、私こういうとこ大好きなんですよ。頼むよ。ここはちょっと弱いけど。あら白文字だし。2回目ですよ。これ溜まってないけど。ちょっと当たってほしいな。雨すミサイル発射。援軍だ。お願いします、お願いします。戦の神髄を見せてやる。緑ヤマトを支えろ。何、え、本当に嫌だ。え、何、大丈夫、嫌がらせしないで。ダメだ、狙いが定まらない。なんで発展したのよ。復活復活。あ、やったぞー、やったぞー。やばい、そこに歩いてる人猫ちゃんだと思って思いっきり目合わせてやったぞって言っちゃったけど、全然知らない人でした。いやー、ね、とりあえず戦いがありしましょう。起きたランプ発動で超波動ラッシュ突入。総員中復活だし大丈夫だと思うんですけどね。そう、一言だけ申し上げたいんですよね。何回見ても好きこれ。一言だけね、一言だけ言いたいんですよ。ありがとうと言いたいんですよね、一言だけね。いやーこれね、かっこいい。私も今度やろう。頑張ります。私はもうデスラー様は一択なんで頑張ります。これを頑張ってものにするぞ。こっち見て。え、嘘だろ、デスラー様。おい、ズオだわ。やめ、あ、まあ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 、
でも結構こっからでも行くんです、この台は。行きます。あ、こっか。よし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 。しかも来たよ、いいやつ、いいラウンドの方ですね。マックスとは感謝の極みです。やばい、まさかの金ヤマトじゃん。ちょっともう一発目で、いいんですか、やっぱりパチンコか。私はパチンコを打てと言われてるんですか。すごい、夏美ちゃんがなんと 93% 継続のラッシュに入ったということで、すごいね、この短時間で。いや、なんかますます申し訳ないよ、スロット一緒に打ったのが。はい、わ、すごいすごい、夏美さん、夏美さん、パチンコの日だったじゃないですか。ちょっとディレクターに邪魔されて、ディレクターのせいじゃないですか、全部。しかもあれですよ、神谷の玲子さん、今日来るまでパチンコ好きで行ったって噂で来ましたよ、ディレクター。ちょっと待って、だとしても私は何も変わらないですね。お二人の展開はなんかディレクターの指示によってあのね、ダメになっちゃった。私は何もいつも通りなんで、この後ですね、はい、頼むぞ、持ち玉でなんとか続けたいな、これなるべく5連くらい行けたら嬉しいですけどね。おいおい、マジで、あ、そう、一瞬で終わった。おいからの一瞬で終わりましたね。え、なんで、瞬間からなかなか、でもちょっとデスラー様がこっち見てくれないのが寂しいですけど、あー、ちょっとヒリヒリしますね。あー、もういますいますいますし、デバブルしてますね。 OKOKOK、 ありがとうございます。お、またまただ。金ヤマトは難しいか、でもさすがに600でね、まあまあまあ全然いいです。こっち見て、よし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 、まだ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 足りないよ。お、結構ラウンド数いいですね、偏ってます。お、いいよ、よし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 、安いんで。ここで行くことが多いんです。頼む。頑張れ。まだだ。お願いお願い、まだ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 。ああ。もうちょっと行きたかったな。まだわかんない。
りませんでしたね。まだ3000発ないぐらいなんで、まあ3万4000だから3分の1返ってきたぐらいですね。悔しい。あのあとノーチャンスで保留変わることもなく時間を迎えてしまいました。あ、悔しいな。あのラッシュがね伸びてれば全然プラスはあったんですけど、ただ他の2人もあんまり朗報が聞こえてこなかったんで、ラッシュめちゃくちゃ続いてたとしてもみんなの分のカバーは難しかったかもしれないですね。それでも私は移動してからすぐ4000で当ててますから、やっぱり私はパチンコをやれと言われてるのか、パチスロが向いてないのか、まあパチンコも向いてないかもしれないんですけど、とりあえず移動してきて当たったんで、それだけでもまあ良かったかなと思います。とりあえずお疲れ様でした。はい、ということで終了時間となりましたので実践終わりたいと思います。残念ながら1回当たりは引けたんですが右取れず、 51% の世界では私は戦えなかったということで、パチスロでも 40% から 50% の戦いをずっと外し続けてたので、今日はいろいろとボロボロなんですが、最後の最後まで諦めずに戦ったので悔いはないです。ありがとうございました。ということで、いやーもう時間になりました。終了です。すっごく悔しい感じになりましたね。朝はかなり調子良かったんですけども、やっぱりあのスロットでね思い通りに出せなくて、でパチンコもすごく良かったんで本当はもっともっと粘りたいなというところなんですけども、ちょっと時間がなく終了、しかも先読みなんかも一回も起きず、はい、ファーストクラスの連チャンが終了しました。悲しみ。でも他の2人がどうだったのか、トータルでねプラスになってることをちょっと願って終了したいと思います。ありがとうございました。言葉もありません。始まってたんですか？始まってましたよ。ちょっと皆さんの神妙な面持ちがそれぞれぼーっとしてました。ちょっとぼーっともしますよね。したくもなるよ、ね、ちょっとぼーっとしたいよね。むしろしたいですよ。反省してたんじゃなかったですか？いや違うんです、反省なんてしてません、うん、やることやりましたもんね。頑張ったよね。確かに頑張りましたよ、うん、まあまあまあでもまだわからないんでね。ええ今は、まあ、結果を聞くまでは、まあ、わかんない。まあ確かにね、確かにね、うんうん、なんかこれ渡されたんですけど。本当だ。あ確かにつけてなかったの。なんで渡されたんだろう。しかも何ですか漆黒って。確か渡すってことはさ、なんで渡されたんですかこれ。まあまあ一応お揃いがいいかなと思って。えだとしたらこれもお揃いにしてくださいよ。あちゃんと一人だけ、はい、ちゃんと前にぐるっとしましたけど、ね、落としても大丈夫なようにね。そうですよ、落としてもいいようにひっくり返しましたか。ここあ本当にくれるんだ。そういう意味で言ったんじゃないの。いやだろうな。皆さんすいません余計なこと言った。私完全に余計なこと言った。言わなきゃよかった、あーごめんなさい。本当にちっちゃ。そうなんです、あのこのサイズつけてます私今。なっちゃんはイチゴかな。あじゃあイチゴで。 まあそうだよ ね、 、うん、そうですね。ありがとうございます。なんかすいません満喫にしちゃってすいません、ね、通るの。すいません、すいません。意外とねいけますよ。意外といける、はい、意外と何がいけるんですか。意外とその首が回るって意味です。あなるほど。一応なんか女性の平均サイズがそれぐらいらしいので。へー女性 の、 首 の、 首 の、 首の、私あの昔じゃなくて、いやそうなんですか。子供用とかじゃ女性のヘドバンしすぎたせいで首太いんですよ。やめてください。それいつヘドバンしたの。高校時代にヘドバンしすぎて首太いんですよ。私もね10年前ヘドバンしてた。なんでですか。最近じゃないですか。ヘドバンしたの10年前は結構大人になってからヘドバンしてた。そうなんですか。ライブ行って、ああバンドマンでこう、あそう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 、ライブ見て。そうですよね、やりますよね。するよね。しばします。シャンプーのいい香りするよね。いい香りします。髪の毛と一緒に ね、 ねやってた。どんな感じでやってたんですか。ちょっとはい、こうやってこうやってこうやってやってました。こうやってやってました。こうやってこうやってやってました。いろいろあるよね。はい、早さんも早さんともうズンズンズンってのもありますし、こういうのもありますし、そうそうそう、これこれ、頭に血昇るからやめて。楽しいのよ。そう楽しいんですよ意外とね。意外な過去が意外と、はい、そうクラクラしちゃった。意外な過去は明らかに痛い。痛いですね。普通の年だから無理できないよ。じゃあまあ結果をね、お一人ずつ、はい、はい
では神谷さんから。はい、私は7140玉のマイナスです。あー珍しい、これのせいです。そうですね、そうだよね、だって前半の時はプラスだったんですから。そうですよ、なのにつけたらって言ってたもんね。はい、こいつのせいだと思います。うわーかわいそう、間違いない。本当に信じられない。終了とか、それやっぱり 女子の団結力ってすごい。そうよ、すごいよ本当に。共闘ですか今日は。はい、はい、では真ん中の方。はい、6350玉のマイナスです。はい、バブー。新キャラです。しんどいなとテンションぐらい上げようかなと思って。まあ解任とか書かれなくても多分もう解任でしょうね。そうですね、うん、前回と今回考えたら、はいはい、そんなことないですって言うと思ってた、うん、そうです、そうです、そうでしょうね、ですね。腕組みながら言われました。解任が妥当だと思います、ね、これ仕方ないです。はい、はい、では漆黒の方。はい、なんと、うん、なんとなんとヤマトでねラッシュ入った。そうですね、聞けました、聞けました、聞けましたよ。4923個の、うん、はい、マイナスです。なんと、なんでも聞いて、うん、一番マイナス少なくない？確かに。今日だったら。ね、本当だ。今日ってかいつものだったら。本当だ。いつものルールだったら。なんでよ。ノリシン時だけめっちゃ出すみたいな感じ。負けてるけどね。負けてるけどね。いやでも。スロット並び打ちしなさいって言った彼が悪いですよ。いや、パチンコでね、すごい良かったんですよ。だってよ、私パチンコだけで考えたらプラスですからね。え、移動してすぐでしょ。4000円だよ。4000円で2000円玉あすごい流してるからね。それまあ、たられば言い始めたらキリがないんですけど、うん、ね、まあ、それはスロット打つって決めたのはやっぱり夏美さんですから。そこっちのせいにされても困るという最終決断は、はい、なるほど、まあまあまあ、そう言われちゃ困りますよね。そうなったらこっちの責任だ。そうそうですね、そう言われちゃうとも何も言えない。そういう風に何も言えなくするような言い方をするよね、うん、そうそうですね、ね、リズメリズメ、そういうの嫌われるよね。良くないよ、女子の間ですね。良くない。やっぱ多席思考は良くないですね。急にということで、お三方の総定まは、マイナス18,400。うわー、いきましたね。初めてのディレクターもマイナスだもんね。そう、そうですね、だから全員でマイナスが初。確かに、あ、そうだよね、猫さん来てからそう、ね、ないもんね、マイナス。全員マイナスって過去を遡っても多分ほぼない。初めてかもしれない。なんで今日に限って、じゃあめでたいですね、レアってことですよね。確かに、そういえばそうだよ、確かに、確かに確かにね、うん、記念には、57周年っぽいですね、うん、ね、うん、確かに。何がですか。分かんないですけど、いや祝いたい気持ちはねたくさんあったんですけど、はい、絡まっちゃってね、どうしても。まあでもね、結果が出てしまったんで、はいはい、まあもう僕から特に言うことはもうないんですけど、あの皆さん一人ずつ、あの、はい、反省の弁を、こうしておけば今日こんなことにはならなかったと、あ、はい、まああと次回はこうするというような反省の弁を一人ずつ述べた上で一人ずつ退出してください。ああ、なるほど。誰から言いますか。誰から言ったらいいですか。誰でもいいですよ。思いついた人から。思いついた人から。思いついた人から。はい、じゃあ、はい、すごいすごい早めに上げてました、すいません。私の今日の反省点は、一代目を見切るタイミングが遅かったことです。お、はい、ずるずると、はい、次のボーナスこそはと続けてしまったせいでこうなりました。早め早めに切り上げて、早めに永遠の消防隊のパチンコに行ってれば、おそらく、なるほど、大爆発したんじゃないかなと。次回はパチンコスタートで頑張ろうと思います。よろしくお願いします。おありがとうございました。失礼します。帰り、ありがとうございました。これはこれつけていくんですか。そのまま家まで。あ、こんなきつ。ここきつ。ありがとうございました。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけんする。じゃあ私から。いやいやいや、私も言いたい。そうなのよ。私からいきますか。最後一人残りたくないっていう。そう、私いつも残ってるからもう嫌なのよ。あ、でも今日一番マイナスなのは神谷さんですから。ああ、そうですね、確かに。じゃあ
神谷さんから神谷さん。なんでだよ今助けてくれたと思ったね、本当にごめんなさい、はい、いやでも今日は、本当になずみちゃんにスロットを教えるということで北斗座ったんですけども、正直大の挙動は良かったです。え、そうなの、はい、私の台良かったですね動きは。え、ただまあ私が伸ばせなかったっていうところが、はい、であと一番の夏美ちゃんを救ってあげるっていうことができなかったんで、そこがちょっとすごい反省点ではあるんですけども、次回相模原店でやるときは私はユニコーンに行きます。朝からユニコーンに行けば多分勝利間違いないと思いますので、次回頑張りたいと思います。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またじゃあねじゃあねバイバイ寂しい。私の反省点はですね、最初にパティストロで、まあ、レコタンと並び打ちして、しかも私ホークと打ちたかったんですよ。打ちたくて、はい、やったと思ってテンション上がってて、しかも最初楽しくてプラスだったんですよね、200枚くらいね。あそこでやめてればよかったですあそこで帰ってればよかったなんならあそこでまあちょっと追うしかないですけどね。一番の反省点はスロットやらなかったことって言いたいところなんですが、まあパチンココーナーに移動してラッシュ伸ばせなかったことかなっていうことで、まともな反省をしたいと思います。次回は朝一から私はパチンコで、やっぱり私のフィールドパチンコかなっていう、パチンコでしっかりと勝負して、いきたいと思います。ちゃんとパチンコでやれるっていうところを見せたいと思います。57周年の私を見てください。57周年の私57歳になっちゃうか57歳でしたっけちょっと間違えて本当ごめんなさいナムさんの57周年を祝う私の本番はこれからだぞっていうだいぶはしょりましたね、はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。次回頑張ります、はい、よいしょ。さよなら。さよなら。この度ダイナムチャンネルの登録者数が 77,777 人を突破いたしました。イエーイ。皆さん登録ありがとうございました。ありがとうございます。それを記念してですね、ダイナム公式ツイッターにてキャンペーンを行います。はい、応募いただいた方の中から抽選で7名様に私たち3名のサイン入りステッカーを3枚セットでプレゼントいたします。はい、詳細はダイナム公式ツイッターで告知しますので、そちらをご覧ください。皆様のご応募お待ちしてます。